国立科学博物館は、はい、まあ、私が少年時代から か、まあ、聖地でして、はい、小学校の5年生ぐらいの時にですね、ある日緑色のですね小さな虫を見つけて新種を捕まえたと思ったんですね。で国立科学博物館に駆け込んでですね、はい、これは残念ながら新種ではありませんって言っていただいてですね、はい、まあ、私の発見の夢はついえたんですけれども、はい、まあ、その時にですね、はい、別の発見をしました、はい、それはこうやって昆虫をね研究している人がいるんだという発見がありまして、あ、はい、まあ、私のまあロールモデルで、はい、まあ、原点ですね、はいはい、福岡さんのような少年がたくさん出てきてくれることが実は博物館の役割でそういう方を一人でも育てることができたというのは博物館冥利につきます。ですから、まあ、国立科学博物館に育てていただいたようなものなんですけれども、はいはい、ところでこの私たちの後ろにあるですね、はいはい、この不思議な、はい、装置は何なんでしょうか。はい、これは田中久重という後に東芝の創業者となる方なんですが、その方が江戸時代に作った不定時法の機械時計という究極の和時計と言われるのがこの万年時計という時計なんですね、うん、いわゆる自然の動きを刻む和時計、不定時法の機械時計をその江戸時代に作ったというものなんですね、うん、当時西洋ではまあ、ヨーロッパで糖時計が12、3世紀ぐらいから作れるようになって、機械に自分たちの生活を合わせる時代に入っていくんですね。それを定時法という、はい、まあ、定時法の場合は時間をいつの時にもきちっと一定に保つというのがあって、機械時計はそのために生まれたんですけれども、うん、当時日本は不定時法の機械時計、不定時法の時報をやってましたので、はい、太陽とお月様に合わせたので、うん、冬になると、日照時間が短くなる、夜は長くなる、うん、夏になるとその逆になる、そういうふうにこう1時間という時間の間隔が季節によって変わるんですね、うん、伸び縮みです、それを不定時法というんですけども、はい、正確に時を刻まなきゃいけない機械時計を不定時法の機械時計にしたという、わざわざ、はい、世界で唯一のものなんです。でも面白いですよね、はい、その西洋世界が、はいはい、まあ、秒単位できちんとした時計を、時刻を作り出したものをですね、日本に持ってきた時に日本の風土に合わせて、それをこう作り変えてしまったという、あ、まあ、文化的な、需要というか変換があったということで、こんな時計があったんですね。自然は、西洋は支配をする道を選び、日本はその自然との共生を担ってきた、そういう意味で その日本人 その自然観というのがこういう時計の中にも、支配するための時間ではなくて自然と共生するための時間っていうのがカンパノラを見ると、その宇宙であったり空であったり、そういうものをこう表現してくれているので、私はすごくこの時計がそういう大好きって言いますか、日本的だなとすごく思うんですよね。まあ、私は生物学者としてこう命、まあ、生きているっていうのは、まあ、絶えず、まあ、流転しながら分解して合成する、その流れの中に生命というのは成り立っていると、これは何も私が言っていることではなくてですね、もう1000年も前に鴨の長明が北条記の冒頭で、行く川の流れは絶えずして元の水にあらず、流れに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる試しなしという、まあ、時間の流れの中にね生命が成り立っているということを読んでいる。つまり移ろいの中に、あるいはこう変化の中にこそ美しさがあって、それはまあ有限のものなんだけれども、その有限であるがゆえにですね、輝いたり、まあ、慈しんだり、美しいものとして捉えるっていう、そういう自然観というか生命観というのが脈々とあってですね、現代の私たちもこの時計に対するある種の愛着とか美しさというのはですね、そういう、まあ、時間に対する移ろいとかですね、まあ、ある種の流れ、そういうものを大事にしていこうという、そういう感覚とつながっているんじゃないかなと思います。まあ、今回のカンパノラの時計もパピチュアルカレンダーだとか、そういう四大機構がついてますけれども、まさにこの万年時計も月齢というムーンフェイスと同じように太陽と月の動きを、上にはプラネタリウムもついてますから、まさにこれの先祖様というような、うん、時計っていうのは機能だけではなくて、やはりそれを誰かが使うものですから、うん、この使うためにこの外装をですね、当時の京都の一流の職人さんたちに作らせてるんですね。
ですから世界中のどこにもない唯一の時計という、ですからこの美意識というのかな、和魂要塞というその向こうのものを使ってるんだけれども、それを自分たちの美意識、自分たちの生活積むのに合わせて作る、こういうそのカンパラのようなその時計も一部の人のものじゃなくて誰もが持つべきだという、で持たせてくれるっていうのは日本の文化にすごく合ってると思うんですよね。今機械に人間が合わせる時代が終わって、 AI でも何でもその機械を人間に合わせて、もっと人間が自由にその自然のこの感覚も含めて豊かにするべきだという時代ですけども、まさに江戸時代の日本人、その幕末の時に持っていた感覚っていうのを今こそ生かせる時代、そういう意味でこのカンパラのようなものが出てきてるっていうのは、まさに使われているその漆であったりだとか技術がそういう最先端のものと洋のものだとか、そういうものとこう融合していくっていう時代なのかもしれないですね。そうですね、非常に豊かな文化需要力で、はい、そういったものがこのものづくりにもね生かされているなというふうに思いました。はいはい、そうですね、時計を持つことによって時間に縛られてしまうという、側面がありますよね。でもここにある種のこの遊びというか美しさとか、アートとかデザインが含まれていると、それを使ってですね、時間を知ることの喜びとか、時間を知ることによって自由になる、縛られるのではなくて、むしろそこから出発する何かそこから旅立つような、そういう感覚を持つことができる、世界の不思議さをね体感するというか、そういう震えの気持ちとつながってるんじゃないかなと思いました。いいですね。